先ほどの提言の中にありまして、それを絵にしたものなんですけど、まあ、イメージ図ですけれども、実はというか皆さんも分かっていることなんですけど、トラック、競技のトラックのサイズというものはもう元から決まって、400メートルトラックというのは決まっているもので、元々の国立競技場であろうと新国立になって規模が大きくなってもその部分は変わらないんです。それでそれ以外の付帯設備が増えることによって明治公園までそれがはみ出て、それでさらにその追い出された明治公園が霞ヶ丘、都営霞ヶ丘アパート群の方にまで伸びていくと、大体この一番上の部分がこの部分が既存の競技場のエリアです。ですからトラックというのはこの程度の大きさなんです。で 今この状態に戻ってますので見ていただくとこちら の仙台湾の駅から歩いてくると、海岸感が見えで夜のライトアップもきれいに見える状態に今なっていて、ここにそんな高い大きなもの、巨大なものを建てる必要はもうないだろう。それから期間も設計期間も1年しかないし、工期も36ヶ月または40ヶ月という非常に短い期間で、日産スタジアムですら、設計に2年かかっていて、工事に45ヶ月かかっております。ですから前の座班の時はもちろんもっと巨大になるので提示されていた期間じゃとても無理だと言っていたものが、今回は設計期間に1年、それから非常に短くなっている。だったらもう建てないっていう選択があるだろうということです。それからこの渋谷川っていうのは元からこれは渋谷川、春の小川の渋谷川です。それが流れていたところで、今もう暗渠になってこの公園の下にあります。で日本学術会議から、前回の案を、はでもこの環境を壊すまずいだろうということで渋谷川の再生という提案が、出ております。プロポーザル募集の詳細が本日出ました。都市計巨大な競技場を建てるために作った地区計画、都市計画変更は依然そのまま、人工地盤もそのまま、それで今回の計画ではこの部分、千駄ヶ谷から来る部分に大きな歩道橋の大きなものを作って人工地盤を作って、その上をここを廃止した明治公園この上に作る。それからこれが霞ヶ丘アパートですけど、この間の道のところにも広い人工地盤の空中の立体道路ですよね、通路を作って、その一部も明治公園にするというような計画がもともとあったんですけど、今日発表された中にもそれはそのまま残ってます。ですから規模を縮小したというような金額を下げたと言いながら、実は前回今まで引きずってきて白紙撤回されたと言われている案を依然引きずっている、その通りのものを作っているという状態なので、もし今ここに建物を建ててしまったらもう恒久的なものになっているので、赤坂プリンスホテルはたった25年で壊されてますけれども、あれは最悪の状態で少なくとも30年50年持つ、100年持つ建物を建てるというふうに政府は言ってるわけですから、ここに拙速に建てた建物ができるであれば、もうここは今の状態で市民の意向の場にするということが一番最善の模索であろうというふうに考えています。それからこの明治公園も緑の公園もとてもいいんですけれども、もしかしたら皆さんも行ったことあるかもしれませんけど、そこに集会皆さんで集まったりフリーマーケットをしたり体操をしたり、そういう広い場所っていうのも都心にないものですから、この明治公園も非常に貴重だということです。そして一番下のトイレアパートも、10棟全てを残さなくても、渋谷が再生するとそこにかかってくる部分もあるので、希望の方たちが入れる程度の3棟から4棟
残すということがオリンピック の, 精神にも乗っ取ったものだろうというふうなことで、まあ、これはあくまでもイメージのイラストですけれども、こんなふうになった方がいいんじゃないかというふうに、私たちは考えています。